第3試合、73キロ契約スーパーミドル級フライ級へと6回戦を行います。赤コーナー、160パウンド2分の1リナレス3兄弟の三男、リベンジなるでしょうか、カルロス・リナレス。青コーナー、159パウンド2分の1、韓国ミドル級第2、オーペルソン。元韓国ミドル級チャンピオン、カルロスを再びリングに沈めるか、オーピルソン。73キロ契約ウェイトの6回戦です。画面手前が帝拳ジムのカルロス・リナレス、そして奥が韓国のオー・ピルソンです。この試合は2マッチです。今第1ラウンドのゴングを聞きました。73キロ契約ウェイトの6回戦です。赤いボクシンググローブが帝拳ジムのカルロス・リナレスです。20歳になりました。ここまで6戦5勝4 KO 1敗、この1敗を喫していますのが今日再びリングに向かいます韓国のオー・ピルソンです。まずはリナレス、そしてオーともにジャブを打っていきます。両者とも右構えです。ここはオー・ピルソン積極的に前に出ていきます。左のジャブから右のストレートを先ほど打ちました。おっと、ここはカウンター気味にリナレスのジャブが当たりました。リナレスが185センチ、そしてオー・ピルソンが178センチです。おっと、強烈な左フック、リナレスの左が当たりました。しかしオー・ピルソンも打たれたらすぐに詰めていきます。左から右、強烈な右ボディ、そして左のフック、ここは頭が当たりました。第1ラウンドです。両者とも激しく打ち合っています。2年前に対戦した時には序盤リナレスが猛攻を仕掛けたんですが、後半スタミナが切れまして、このオー・ピルソン TKO で勝利をしています。左フック。その後王は韓国ミドル級のタイトルを獲得、そして去年 OPBF ミドル級の王座決定戦にも出場している実力者でもあります。さあリナレス、その王を再びこの後楽園ホールのリングに迎えています。左のジャブ、ジャブから右のストレート、おっと王も返す、強烈なパンチ、一発当たればリングにどちらかが沈むというような、それほど強烈なパンチが出ています。右のボディ、オー・ピルソン。青いボクシンググローブが韓国のオー・ピルソン、そして赤いグローブがカルロス・リナレス帝拳です。王が詰める、右のボディから左のボディ、また頭が当たったでしょうか。第1ラウンド、まもなく残り1分になろうかというところです。リナレスはこの2年間の成長を一番示すには、一度敗れた相手と戦うのが一番なんだと話をしていた。しかし王が攻める、そしてリナレスも右のストレート、強烈なパンチの打ち合いになっています。じりじりとプレッシャーをかけていくオー・ピルソン、元韓国ミドル級チャンピオン。左のフック相打ちになりました。ジャブの打ち合い、コーナーに追い詰めたのはオー・ピルソン。体を返すカルロス、リナレスの左から右のストレート、強烈です。しかしガードをしています。オーガードを固めてプレッシャーをかけるのはオー・ピルソンです。残りが間もなく30秒。第1ラウンド、今日の試合は6回戦6ラウンドで争われます。右のストレートから左のフック、しかし王も耐久力、この忍耐力を持っています。打たれ強さがある。あと王も左右のボディから右フック。前回の試合でもオー・ピルソンは序盤打たせて後半勝負に出ました。しかし今日は第1ラウンドから両者激しく打っています。足を使っていくリナレス、残り10秒です。左から右はオー・ピルソン、リナレス足を使う、左のジャブ、ロープに追い込んでいくオー・ピルソン。ここで第1ラウンド終了、両者とも激しく打ち合いました。こちらはカルロス・リナレスのお兄さん、ホルヘ・リナレスです。元世界2階級制覇、
そして再びその世界の頂点を狙おうというホルヘ・リナレス。長男のネルソン・リナレスも世界トップランカー、そして三男のこのカルロス・リナレス、偉大な兄二人に追いつくためにも、もう黒星というのは許されません。さあ試合は第2ラウンドを迎えています。73キロ契約ウエイトの6回戦です。2年前に対戦しましたこの両者、その時には韓国のオー・ピルソンが6ラウンド TKO でこのカルロス・リナレスに勝利しています。2年の時を経て成長した姿を見せることができるでしょうか、赤いボクシングローブのカルロス・リナレスです。左のジャブ、もう一度左、しかし詰めていくオー・ピルソン。世界チャンピオンを兄に持つこのカルロス・リナレス、自身もアマチュア時代はベネズエラで3度国内チャンピオンに輝いています。オー・ピルソンが詰める左から右のストレート、ここは足を使っていくカルロス・リナレス。リナレスは今日の試合は判定でも構わないというような話をしていました。この相手に勝利をすることが自分に自信をつけるんだと話をしたリナレス。左のジャブ、ここは王が集めますが、ジャブからコンビネーションを見せましたリナレスです。あっと右のストレート、クリーンヒット、リナレスの右がオーピルソンの顔面を捉えました。あ、しかし王もパンチをもらってもまだ突進していく、突進力そして耐久力を持っていますこのオーピルソンです。元韓国ミドル級のチャンピオンです。そして去年には OPBF ミドル級タイトル王座決定戦にも出場しています。敗れはしましたがアジアでその力証明しているオーピルソン。バックステップをしながらカルロス・リナレス、軽いパンチをポンポンと当てていきます。しかしプレッシャーをかけていくオーピルソン、右のストレート、この王のプレッシャーをかわしながらどうリナレスがパンチを出していくでしょうか。ベネズエラ出身のカルロス・リナレスです。右のフック、詰めるのはオーピルソン、連打を見せます。この突進力、ボディから顔面詰めていく、しかしリナレスも返す、激しい打ち合いになっています。右のフック、しかし王の右もリナレスの顔面を捉えます。残りが間もなく30秒、第2ラウンドです。左のフック、リナレスの左フック、バックステップからジャブからストレート、右のアッパー、オーピルソンも強烈な右ボディ。第1ラウンド同様この第2ラウンドも両者打ち合っています。しかし口で少し息をするようになりましたオーピルソン。前回の試合の時にはこの序盤は少し力をセーブしていましたが、今日はこの序盤から打ち合っています。左のジャブ、リナレス、オーピルソン、左のアッパー、右のアッパー、空を切りました。ワンツー、ここで第2ラウンド終了です。次の試合の決定勝負をご紹介いたします。次の第2試合、赤コーナーより出場いたします。デビュー岡園隼人選手がピッサーリオンジョン・ナビクさん、 JRC トッキー株式会社代表取締役社長原谷圭司様、以上の方々より、次の第2試合、赤コーナー岡園選手に決定します。本日出場です、こちら青コーナー、韓国のオー・ピルソンです。日本での試合はこれが6試合目になります。2年前にこの後楽園ホールで今日戦っているカルロス・リナレスを6ラウンド TKO で下しました。去年韓国ミドル級タイトルを獲得、勢いそのままにその8月に OPBF ミドル級王座決定戦に挑戦、日本の鈴木哲也に敗れはしたもののアジアでその強さは証明済みです。第3ラウンドです。73キロ契約ウェイトの6回戦、リナレス対オーピルソン、再戦ということになります。2年前勝利をしたのは青いグローブのオーピルソン。ここは王がプレッシャーをかけるが、リナレスカウンター気味に右を当てました。左から右のショートアッパー、おーっと激しい打ち合いになる、ロープ際、王が詰める、ラッシュを見せる、しかしリナレスも冷静にパンチを返していく。右のフック、左のボディ、強烈な左ボディ、リナレス右のアッパー、しかしこのオーピルソンのラッシュ止むことがありません。左から右、細かいパンチを当てていく、しかしリナレス、ところどころに左右大きなパンチをこのボディに当てていきます。
もう一度左、右、左右のボディ、もう一度左のボディ、右のボディ、ここはレフリーに何かアピールをしています、リナレスです。あ、頭が当たっているというようなアピールをしました、リナレス。左右のボディを強烈、一発一発力を込めて打ちます。我慢比べのような形になってきました。両者ともパンチ、そのボディ顔面に当たっています。距離を取りたいリナレス、しかし追い込んでいくオーピルソン。右の打ち合い、相打ちになりました。ショートアッパーを見せるのはオーピルソンです。わあ、ここはリナレス、右から左3発続けてボディに浴びせました。そして右のストレート、リナレス、右のストレート、これはクリーンヒット。しかしオーピルソンの突進力、止むことがありません。さあ、リナレス3兄弟の三男、カルロス・リナレスです。長男ネルソンは世界トップランカー、次男のホルヘは世界チャンピオン、2階級制覇しています。自分も追いつくために今年日本タイトルは取りたい、そう話すカルロス・リナレス。ロープに追い込んでいくのはオーピルソンです。右のボディ、ドスンという音が響きました、この後楽園ホールです。しかしこのオーピルソン、ボディ何度もパンチをもらっているんですが、まだ詰めていきます。さあ、ここは打ち合いになる。右から左、左から右、左から右、これは当たった、もう一度右。いやー、しかしオーピルソン、パンチをもらってもまだ詰めていきます。少し両者とも手数が減ってきました。大振りのパンチが続いています。ここは下半身にパンチが当たってしまいました、リナレスです。第3ラウンド、まもなく残りが20秒です。リナレスはここまで5勝 4KO です。 4KO 全て1ラウンド。しかし今日はこれは強烈なパンチが顔面に当たった。オーピルソンの顔面に先ほどから的確にパンチをヒットさせています、リナレス、左のフック。いや、しかしなかなかこのオーピルソン、パンチをもらっても倒れません。右のボディ、ここで第3ラウンド終了。リナレスの強烈なパンチがオーピルソンを捉え始めました。2008年に両者が戦った時には、序盤画面右のカルロス・リナレスが圧倒しました。しかし4ラウンド以降スタミナが持たずに、今度は逆にオーピルソンが5ラウンド6ラウンドと猛攻を仕掛けまして、6ラウンドにオーピルソンがこのリナレスを仕留めました。前回試合が動いた第4ラウンド、今回はどちらがその主導権この第4ラウンドから握るでしょうか。さあ、リナレスとオーピルソン、この再戦、今日勝利を手にするのはどちらになるでしょうか。先ほどのラウンドはリナレスが強烈なパンチをこのオーピルソンに見舞いました。ここは足を使っていくリナレス、しかしこの逃げるリナレス、足を使うリナレスを追いかけていくオーピルソン。普通であれば倒れてもおかしくないようなパンチを先ほどのラウンド2発3発ともらいましたが、まだ立っていますこのオーピルソン。しかもパンチを返していく右のストレート、大きな右フックはここはリナレスの顔面を捉えました。ワンツー、オーピルソン左右のフック、ここは体を返して逆にリナレス、右のボディ、ローブローという注意が今度はリナレスに与えられています。元韓国ミドル級チャンピオンのオーピルソン、このリナレスに勝ってから自身もその韓国のタイトルを獲得、そして OPBF のタイトル挑戦までこぎつけました。また日本のこの後楽園ホールでリナレスを倒して流れをつかみたいオーピルソンです。ここはロープに詰めていきます。ボディ顔面と細かいパンチを当てていくオーピルソン。さあ、リナレス返すことができるか、ここは返していく右のストレート、左のフック、ここはガードを固くしてもう一度そのスタミナを取り戻そうというようなリナレス、左のボディ、あ、しかしこれはローブロー。第3ラウンド、そしてこの第4ラウンドの序盤、オーピルソンパンチをもらい続けています。
しかしまだその手数というのは緩むことがない。左のフックカウンター気味に当てました。リナレス追いかけていく。オーピルソン左のボディパンチは当たっているはずなんですが、このオーピルソンその突進力が弱まることがありません。試合は第4ラウンド残り1分。左のフック右のフック、そして細かいパンチはオーピルソン我慢比べになってきた。左フックもう一度左右左右、しかしオーム返す。強烈なリナレスのパンチ、このオーピルソンを捉えています。しかし倒れない。前回の試合も序盤リナレスのパンチ、この王の顔面ボディをかなりの数で捉えました。しかし打ち疲れたリナレス、後半このオーピルソンに逆転を許しました。さあその終盤に試合は入っています。前回から成長した姿を見せたいと話すリナレス、その成長を見せるにはこの後半進化が問われます。左から右、さあリナレス口が開いてきました。一方のオーピルソン、リナレスのパンチ確実にもらっています。ここも左から右、もう残りが10秒です。第4ラウンド、しかしオーピルソンまだ手を出していく。左から右ストレート、そしてフックとリナレスがパンチを当てる。右ストレート、ここで第4ラウンド終了。残すところあと2ラウンドになりました。先ほどの第4ラウンド、リナレスの強烈な左フック、オーピルソンの顔面を捉えました。第3ラウンド第4ラウンドと数多くパンチを当てているリナレス、しかしこのオーピルソンなかなか倒れることがありません。目標は3兄弟で世界チャンピオン、元世界チャンピオンの兄ホルヘが見守る前でこのリベンジ果たすことができるでしょうか。試合は第5ラウンドです。2年前に勝利しているオーピルソン、2年前に敗れているリナレス、今日の後楽園ホールどちらが今度は勝利を手にするか。さあオーピルソン、ここはガードを高くして前に詰めていきます。リナレスは変わらぬようにその足を動かしながら要所要所で素晴らしいパンチをこのオーピルソンの顔面ボディにと当てていきます。ダメージは蓄積しているはずなんですが、このオーピルソンの突進力弱まることがありません。右ストレートリナレス、前回から大振りが少なくなってその短いパンチショートパンチで相手を倒せるようになったと話すのがこのリナレスです。足を使っていく左のジャブ、オーピルソン細かいパンチ、さあ王も口が開いています。かなり体力を消耗しています。しかしこの韓国人ボクサーの特有のその強いハートを見せつける精神力の強さ、そして忍耐力の強さを見せるオーピルソン。右のフックはリナレス、左のボディ右のボディ、そして左のフック、リナレスが一発強烈なパンチを当てると軽いパンチ3発このオーピルソンが返すというような展開が続いています。試合は第5ラウンド残り1分30秒、右の目尻をカットしましたオーピルソン。さあリナレス手が止まった。オーピルソンが細かいパンチを打っていく。右のショートアッパーがリナレスの顔面を捉えました。右のストレートが左のフック、あーっとこのラウンドリナレスのパンチ少し手が止まったが左のフック当たる。オーピルソンは右の目尻カットしています。激しい打ち合いになる。あーっとここでレフリーが試合を止めました。カルロス・リナレスリベンジなりました。2年前は第6ラウンドで TKO 負けを喫したこのカルロス・リナレス、今日の試合は逆にこのオーピルソン連打でレフリーストップ TKO 勝利を勝ち取りました。見事なリベンジ、カルロス・リナレス。第5ラウンド1分49秒でこのリナレスオーピルソンを仕留めました。
元世界チャンピオン兄ホルヘの見守る前でリナレス見事にリベンジ成功、オーピルソンを破りました。それでは先ほどの第5ラウンド、この左フックをこのオーピルソンもらいまして、その後左右の連打、リナレス最後の力を振り絞りました。たまらずレフリーが間に入って試合を止めました。カルロス・リナレス見事にリベンジ成功です。